はい、こんにちは、スプレアートエルのめちゃんとベルちゃんです。やばくない？あ、これね、なんかすごい何回も刺されたんだ。なんかね、見る、ここわかる？赤くなってきたね。っていうことだよね。やっぱ海外行くとやっぱり飼って怖いじゃん。あー、怖い。病気持ったりするから。で、これね、多分ね、ここね、なんていうの、ファーマシー、ファーマシーは薬局に多分ね、蚊とか塗り薬とかあるから、ちょっと調べてみたいと思います。で、本当になんか海外行って寝てる時は蚊に刺されて本当に病気になっちゃったりとかもあるから、気をつけた方がいい。そう、危ない病気、なんかマラリアとかもあるから。そうそうそう、デング熱とかマラリアとかあるからね、やっぱ調子乗ってるけど、なるべく守れるとか守ってたいから、ちょっと聞いてみたいと思います。 OK、 行きましょう。レッツゴー。オッケー、じゃあこれ、これ、あ、見て、インセクトグリーンブレスレット。うん、どうしたの？インセクトでベーラー、まあ、いろいろあるよね。まあ、でも、スプレー、うん、どれ買えばいいのかな？わかりません。ガードで1500円、15。まあ、値段見ないでよ。え？値段で買うでしょ。え、でも、だから安いの買うから、うん、あとはもしかしたらデペレントじゃない、あれ逆え、なに、物買う基準って値段じゃないの？え、でも物によって。そうでしょ。違う違う、これなんとかマラリアとか、安いのは常に最高でしょ。まあまあ、ちょっと聞いてみよう、聞いてみよう、わかんないから。 This one? This one made in Thailand natural. This one natural the same but a little bitスローリー、スローリー、全然何言ってるか分かんないけど、これがめちゃくちゃ強い。じゃあこれは自然のもので、自然のもので、これケミカルとか。セブンアワー、いや、セブンアワー。ちょっとこれで予防していきたいと思います。 OK です。ベロの皮膚はやっぱ硬いからね。見て、あ、まずい、まずい、まずいそれは傭兵だよ。大丈夫、大丈夫、予防しろっつってたね。